野崎チャンネル。くちょ、ドラフト1位、総チェック。はい。2021年ドラフト会議終わりました。現在、全員、試合下選手、選択終了です。まあ、これからね、育成選手の、選択に入りますけども、今日はドラフト1位だけチェックです。はい。後日、12球団ね、全部の球団別にドラフト、通信簿、総チェックやりますから、ぜひそちらも見てください。ということで、佐々木はね、これまで、これで今年で、3回目になるんですけども、ジェイコムさんと、あとスカイエーさんの、コラボイベント、浦安で行われた、リアルイベントなんですけども、2000人の応募から190名のラッキーな方がですね、当選されて、そして、イベント会場でですね、スカイエーさんのドラフト会議を見ながら、トークショーも含めたのがあってですね、佐々木と、そして赤星、そして MC に上重さん、元日テレのね、3名で、盛り上がりましたけどもですね、そしたら、ここから移動です。はい。これからですね、スカイエー東京支社でですね、9時からスカイエーでドラフト会議を受けた生放送ありますので、ぜひ見てください。ね、今その控室ですね。それまでにドラフト1位チェックやっていきましょう。ということで、ね、重複多かったね。ドラフト1位ね。まあ、西武、宗山だったね。ね、渡辺とか、まあ、西川行くんじゃないのかなっていうね。でもファンのね、アンケートを取ったら、やっぱ1位、宗山 46%、2位、西川 32% っていうところで、まあ、宗山欲しいっていうね、ファンの人も言っててね、まあ、宗山1位ね。で、ヤクルトがなんと、金丸行くのかと思いきや、中村、ね。結局、単独指名になって、俺も楽天、中村ワンチャン行くんちゃうかと思ってたけどもね、ヤクルトもね、1位は金丸投手 54% ファンの人が選ぶ。でも2位にね、中村選手 12% と、やっぱりピッチャーがね、欲しいっていうところで中村選手行って、これがなんとね、単独指名。これ、当たりだね、ヤクルトの指名的には。だから金丸宗山にどこまでね、票が流れるか。その中で、そこを重複になるから諦めて、ね、単独指名勝ち取れるかどうかっていうのが、今回2024年のドラフトの編成の一番の腕の見せ所、一番の見どころだったと思うんですよね。そこでなんとヤクルトが中村指名で、結局ね、重複なしで確定。ね。で、オリックス、西川っていうところでね、ファンの皆さんもね、やっぱ野手が欲しいっていうところで、ファンの皆さんからのアンケート取った時にですね、ここはですね、1位がね、西川行こうっていうところで、オリックスファンの皆さんも、確かね、一番、西川への票が多かったと思うんですよね。で、そこでね、ドラフト1。ね。またアクロバティックに高卒行くのかなと思ったら、今年は普通でした。はい。ちょっと読みすぎました。来年からまた勉強し直します。はい。ね。で、1位で行って、で、広島は公言通り宗山。で、楽天が、俺、金丸、まあ、中村行くのかなと思って右ピッチャーいないからね。そしたら、なんと、宗山1位指名っていうところで、ちょっと会場まで、おーってね、なりましたけどね。だって楽天ファンの皆さんの、欲しい選手、1位、中村だったからね。で、2位、金丸。3位、渡辺。宗山4位だったのよ。ファンの人が選ぶね。その中で1位。ね。で、DNA は、まあ、金丸。ここは予想通り。ね。そして、ロッテが西川。ね。まあ、野手ね、行くやろうと思ってて、まあ、渡辺なのか西川なのか、まあ、渡辺の方が内野と、サード両方守れるからいいんちゃうかと思ったけどね、ここはまあ西川っていうね。で、こう重複。ここら辺も単独指名に向けて、ね、ワンチャン一本釣りできたらと思って行ったと思うんだけども、そうは問屋がおらせないっていうところでね、こう重複。で、阪神は予想通り金丸。ね、ハムも予想通り宗山。で、巨人も予想通り金丸の、ソフトバンク、金丸行くのかと思ったら、宗山っていうね、チョイス。だから、ダウンズがね、いい形でクライマックスシーズンを見せれたから、まあ、急ピッチで今宮の後もいらないかなと。まあ、川瀬とかも、まあ、いるしっていうね。で、まあ、ちょっと前で言うと、イヒネとかもね、取ってるっていうところでドラフト1位でね。と思ったけども、宗山ね。まあ、そういったところではまた、ポジション動くかな。ワンチャン宗山、セカンドの外野、牧原とかもあるんちゃうかみたいなね。ところの、一巡目指名でしたけどね。そしてその中でね、まず最初に、宗山選手の抽選になって、西武、ね、広島、楽天、
日本ハム、ソフトバンクというね、1、2、3、4、5球団の重複になって、抽選、ね、宗山選手、これ、佐々木チャンネル、ハム、常に袴さんが当てたからね、ハム当てるんかと思ったら、ね、なんと当てたのが楽天っていうね、だからこれね、イベント会場でも言ったんだけど、今頃、村林がポジション、サードとかで転向を目指して必死になってるんちゃうかっていうところで楽天が引いて、そして、金丸投手は、ドラゴンズがね、引いて、そして西川選手はロッテがね、ロッテ去年3連敗だったからね、玉塚社長が出てきてね、吉井さんは引かないで引いたら、まあね、最初にオリックス岸田監督だったからね、まあオリックスが引けないで余ってるのがね、ね、余ってるところに福があるというところで、ロッテが引いてね、重複の結果、金丸はドラゴンズ、そして宗山はね、楽天、で、西川はロッテに決まって、これでも良かったね。まあ今年のね、プロ野球、ビッグ2、ワン2、まあ金丸、宗山っていうところがワン2だと思うんだよね。まあそのチームが、まあ今年ね、下位に B クラスに沈んだ、ドラゴンズ、そして、楽天に入ったってことはね、このチームのバランスを考えても12球団ね、プロ野球の、非常にね、良かったんじゃないのかなと。ね。まあロッテとしたらね、ここしっかり右を取れて、まあね、右で一番信頼できるのが荻野やっていうところでね、あとドングリーズやっていうところで、まあポジション的にはレフトがね、レフトが空いてるからね、まあここに入ってきて、まあどこまで頑張れるか、まあ入ったチームはね、西川めちゃくちゃ良かったと思う。いないからね、競争相手。自分さえ頑張ったらね、もう強いところに出れるところや、ね。自分さえ頑張ったらレフトのポジションはもう確実に空いてるから、ね。そう考えたら、そこにもうハマる可能性も十分あるしね。まあもちろんセンターライトもあるけども、外野ポジション空いてるからね、ここは自分の頑張り次第で即ね、レギュラーになれるっていうチャンスもあるでしょう。で、ドラゴンズ金丸ね、まあ大野とかも晩年になってきた。で、小笠原がポスティングでメジャーに挑戦。まあこれまだ決まってないからどうなるかわかんないけどね。だからまあ、高橋宏斗とね、金丸夢と、春戸夢とでね、もうこれダブル左右の両先発で、ね、かき乱していかなきゃいけない。ちょっと先発がね、こう最近も中地、そして草加取ってるけどね、まあ、手術もあったりとか、伸びない、なかなかまだ出てきてないっていうところではね、しっかりちょっと先発が、何気に、ちょっと、頼りないところもあるからね。そういったところではこれ非常に良かったし。だから宗山、まあ、これでね、ショート多分宗山になるでしょう。そしたら村林サード、浅村ファースト、小深田セカンド、まあ、これでも悪くないけどね。浅村がファーストに移動すればいいだけだよ。もしくは DH ね。で、村林が、サードとかね、動く。もしくは、セカンドに動いて小深田がっていう流れもね、外野とか含めてね、コンバートあるかもしれないけども、まあ、楽天のね、抽選の強さっていうのもあるし、まあ、非常にね、これは良かったんじゃないのかなと。でね、外したチームが、西武がね、宗山外して、石塚。ね。で、ここがね、ジャイアンツの石塚。で、ここでまた抽選になって、西武ね、西口監督、西武いつも一番、絶対一番最初に引くから、一番当たりくじあるけども引けないっていうところで、ジャイアンツ。だから、まあ、ジャイアンツは、まあ、坂本の高年齢化、で、岡本がメジャー挑戦、未来的にあるかもしれないってなったら、まあ、やっぱり、まあ、今年ね、門脇も頑張って、吉川も頑張ったけども、その、次に未来に向けて、大型内野手の育成もしていかなきゃいけないっていうところで、まあ、金丸引けたらから、引けたらよかったけども、まあ、引けなかったら、まあ、石塚で未来のね、坂本二世を作っていくっていう方針では、まあ、この状況から見たらね、ここで取らないと、ジャイアンツは、ウェバー一番最後だからね、絶対残ってないっていうところで、もうここをね、切り替えて選択したと思うんで、で、これも抽選引けてね、非常に良かったんじゃないのかなと。あと、ね、で、二巡目に DNA が武田。ね。これはもうね、社会人通して言うともう即戦力ですぐ安定感もあるし、すぐできるから、まあ、ね、すぐ使える先発ローテーションっていうところで、まあ、武田を一巡目指名したと思うんだよね。で、オリックス麦谷。だから、まあ、オリックスはもう、麦谷か西川、どっち、外野が絶対欲しいっていうところだったんだろうね。まあ、そこで、まあ、下手したら、ロッテも西川外したら麦谷行ってた可能性あるから、どっちかのチームに西川と麦谷が行ってた可能性あるね。で、もしロッテがどうしても右がいいんだったら渡辺っていうところもね、あったと思うけども、まあ、麦谷と西川はこう見てると、オリックスはロッテどっちかに入る運命だったのかなっていうね。で、阪神はね、井原、金丸外して井原。だから先発ピッチャー、まあ力もあるし、まあ若干コントロールがどこまで制球力かっていうところあるけども、まあね、力強さもあるし、で、ここで左。だからまあ金丸、石原、井原で、まあ左の先発投手をまあ作っていこうっていう中では、まあ筋が通ってる。ね。広島、宗山外して佐々木大。ここで内野をもう一回行くっていうところで言うと、まあ菊池がね、もうちょっと年齢がベテランになってきてて、
まあ、なかなかね、1年間っていうところもない、ちょっとっていうところもあるし、そのね、まあ、小園サード、ショートやの、セカンド、菊池っていう中で、次のね、次の選手たちがいないっていう中では、やっぱそこを厚くしたい。まあ、もしくは、矢野をセカンドに回して、宗山ショートとかっていう案もあったと思うんだよね。だから、まあ、佐々木がどこにはまるかわかんないし、まあ、聞いた情報によると、小園外野説っていうのもあるんだよね。だそういったところのコンバートも含めて、まあ、菊池もベテラン化してきたらどうしても内野手が欲しいっていうところで、まあ、宗山佐々木。しかも育てるっていうよりも、即戦的なのが欲しいっていうところの、まあ、選択だったと思うし。で、ここよ。ね。西武、斎藤っていうところのドラフト1。これは、ソフトバンクも宗山、柴田外して、ひょっとしたら内野手来るんちゃうかと。ね。だから、ここでね、西武は、2巡目のウェーバーが一番最初だから、そこをもう、渡辺をどうするか。ね。渡辺、ホークスは渡辺来ないやろと。でも、この宗山、柴田の流れだと、斎藤ワンチャンあんなと。だから、こう、斎藤先取っとかないと、ソフトバンクと、に取られる可能性あるから、ここで、まあ、もし抽選になったらもう仕方ないっていうところで斎藤を行ったと思うんだよね。そしたらソフトバンクが広陵のね、村上くん、ピッチャーを取ったっていうところで、まあ、それで1巡目指名が確定して、で、西武は2巡目に渡辺くんを取ったっていうね、これ戦略だね。だから、1位とか2位じゃなくて、どっちが先いなくなるかっていうね、ホークスと重複する可能性があるか、ホークスが欲しがるかっていうところで、斎藤くんがワンチャンホークス3巡目も1位指名来るんじゃないのかっていうところが、斎藤くんを、だから、やっぱこのね、2位の、ウェーバーが早いチームっていうのは、そういう駆け引きがいるのよ。ね。どっちが1位、2位じゃなくて、どうした方が両方取れるかっていうね、ところの駆け引きが、西武としては非常にうまくいったんじゃないのかなと。まあ、宗山石塚外して、まあ、どうしても内野が欲しいと。まあ、外崎コンバートはもあるからっていうところで、まあ、本当は宗山で組めればよかったけど、まあ、石塚斎藤っていうところで、まあ、高卒なんでね、まあ、ここら辺は未来に向けて成長させていかなきゃいけないんで、次の世代に向けて、だから西武もね、二遊間、次のバックアップがドングリーズだからね、小玉とか滝沢とかね、同じようなタイプの同じような成績だから、やっぱそこを、やっぱ厚くしたいっていうね、ところの感じはこの指名でね、出てるのかなと。で、まあ、西武はね、2巡目のウェーバー1回目で渡辺くんを取ったっていったところでは、非常にね、結果的には良かったんじゃないのかなっていうところもあるし、まあ、ソフトバンクは村上くん、まあ、宗山外して、大堀地元の柴田くん外して、で、まあ、次ね、ソフトバンクは、2位のウェーバーが遅いから、やっぱ村上くんをここで取らないと、次まで絶対残ってないっていうところで、まあ未来に向けて、まあ去年の前田くん、そしてこの村上くんで、未来の投手陣の厚さを作ろうっていうところのドラフト1位になったと思うんで、まあ結果的にはね、ドラゴンズ金丸、西武が斎藤、ヤクルト中村、オリックスが麦谷、広島佐々木、楽天宗山、で DNA が武田、ロッテが西川、で阪神が井原、でハムが柴田、で巨人が石塚、で、ソフトバンクが村上っていうところになったんで、まあ、ね、この抽選がね、引けるか引けないかによって、ドラフトって右にも左も大きく揺れていくから、こう予想はね、なかなか難しいけどもね、まあ、やっぱり今回のテーマは、ね、金丸、宗山行きたいと、その中で、どう折り合いをつけて、抽選で外れるぐらいだったら、一本釣りに向けて、ちょっとシステム変えて勝負に出れるかどうかっていうところがポイントの中で、まあ、ヤクルトはね、そのシュートチェンジして、中村もいいからね、金丸中村左右のビッグ2だからね、ピッチャーで言うとね、それをもうそこで一本釣りできたっていうのは非常に大きいし、まあ、佐々木チャンネルね、仮想ドラフトでも中村はね、楽天の一本釣りだったんで、まあ、そこら辺も一本釣りっていうところができて、まあ、西川のね、だから、まあ、オリックスとしては西川の方が欲しかったけど、麦谷でも、満足してると思う。そんな悪くないと思うね。その評価的にはね。ここまでね。だからそういった意味では、まあどちらか取れればっていう中での、多分好みの順番。あと右、左。やっぱ右バッターがね、欲しいっていうところで順番が変わっただけで、オリックスの麦谷が外れ1位になったけど、これはこれで、非常にいいと思うし、だからロッテも西川。だからここら辺はどっちかどっちかだったんじゃないのかなと。で、まあ、DNA はやっぱ完成度の高いすぐ使えるっていうところで武田投手に行ったっていう中ではやっぱピッチャーをね、行かなきゃいけないっていうところでは非常に良かったんじゃないのかなと。だからまあ、里崎チャンネルの、予想で言うと、ロッテはまあ1位、
渡辺くんちゃうかというところで、まあ、どうしてもやっぱり野手っていう中ではね、まあ、野手でまあ良かったんじゃないのかなと。ヤクルトはね、もう1位から5位までで投手3人、野手2人っていうところで、まあ、1位ね、ヤクルトはピッチャー行ったっていうところでは、まあ、そこもあのポジションとしては想定通りで、西武は、やっぱり1位は野手っていうところで、まあ、渡辺くんっていうところだったけども、まあ、斉藤くん行って渡辺くん2位で行けたっていうところでは非常に、想定通りの、だったんじゃないのかなと。広島がね、宗山くんね、公言してたっていうところで宗山くん行って、でまあ外して佐々木くんっていうところで、まあ俺は渡辺くん右の方が、俺は右の方がいいんじゃないのかなと思ったから、やっぱ佐々木くんこれ右っていうね、佐々木くん右っていうところでは、俺はその右打ちっていうところで非常に良かったんじゃないのかなと。で、楽天ね、1位予想ね、佐々木はしのぎ、袴田さん中村で、先生は岩崎っていうところで、まあ、右ピッチャー行くのかなと思ったらね、で2位に石塚って言ってて、まあ、ショートはいるかなと思ってたんで、まあ、そこは宗山を行ったっていうところは、ね、非常に思い切ってね、抽選も引けてよかったんじゃないのかなと。 DeNA、DeNA は1位金丸って言っててね、まあ、金丸行って、まあ、外してで武田っていうところで、まあ、ここもやっぱピッチャーが欲しいっていうところではまあ想定ないかな。まあ、誰取るとかまではね、なかなか分からないっていうね。で、続いてロッテね、西川ね、まあここはまあさっき言った通り、そして、オリックス一時俺本当高校生行くのかなと思ったけども、もうファンの人のね、見立て通りね、あので2位以降がね大学生野手とかね言ってたんで、まあそこはねファンの皆さんのね見てることが正しかったっていうところで、俺はアクロバティックなとこするんちゃうかと思ったらしなくてね、まあ西川麦谷っていうところでは、まあファンの人の思いもあってね、ファンの人も納得してるんじゃないのかなと。でも中日はね、1位から3位まで即戦力投手取った方がいいっていうところで、まあ金丸取れたんは大きいね。阪神はね、野手に困ってないで上位3人ピッチャーがいいんちゃうかっていうところで、まあ金丸行って井原外したけど井原取れたんでね、まあここもまあ想定通りね。で日本ハムは1位で宗山獲得できればね、よかったけども、まあそこはね、宗山獲得できなくても柴田。ここはね、栗さんも言ってたからね、二刀流を次育てなきゃいけないっていうところでは、まあね、本人としては地元のホークスが良かったかもわかんないけども、この二刀流っていうところではね、大谷の実績あるから、日本ハムに入って大きく育つっていう部分では非常に良かったんじゃないのかなと。ね。で、続いてソフトバンク。1位は即戦力投手がいいのかなと思ったらね、宗山行ったんでね、で2位で柴田かなと思ったらもうまあ残ってないっていう中でね、柴田行って外して、まあ、村上、これはもうね今はもういるから、まあ未来に向けて前田村上と育てていこうとね。で巨人が、1位渡辺、石塚の可能性もあるっていうね、ところでね、まあ、金丸1位で、ね、まあ、予想、ここはまあ予想通りなんだけど、もう行ってその後石塚行ってね引けたっていうところではね、可能性もあるっていう中ではね、ピンポイントで当てるのはなかなか難しかったけども、佐々木チャンネル、そのドラフト1位だけどね、予想で言うと結構そのポジション的な感じ、その即戦力とかどうかっていう感じは 100% とは言わないけど8割ぐらい当たってたんじゃないのかなと思うんでね、もし皆さんで、ね、まだ見返す機会があったら、自分たちのねファンのチームのドラフトね戦略っていうね動画もありますから、もうぜひね見返してみてください、ということで、まあドラフト1位ね、非常にまあどのチームも俺はまあ当たり外れあるけどね、抽選だから。でもドラフト1位に関してはどのチームも戦略持って自分たちの欲しい足りないポジションキャラクターの選手をいけたと思うんだよね、どのチームもね。若干ソフトバンクが1位がちょっと宗山柴田村上だったんで、その都度都度のいい選手を取りに行ったっていうところはあるけどもね、多くのチームがやっぱりそのポジションとかその背景に向けては非常に分かりやすかった戦略もあったんで、まあ、5年ぐらい経ってみないと分かんないからね、5年から10年後だからドラフトっていうのは。でも1位だけ見たらどのチームも当たり外れあるとしても結構素晴らしい、理にかなったドラフトだったんじゃないのかなと佐々木は思いますけども、皆さんどう思いますか。ということでドラフト1位総チェック終わりです。スカイゲー9時から放送です、生放送ぜひ見てくださいということで、チームごとはねすぐ袴田さんと2人で来週撮る予定なんでね、すぐ撮ってすぐ出しますから、そちらの方もぜひチェックしてください。それではプロ野球に入ってくる皆さん頑張っていきましょう。佐々木も解説頑張りますから、皆さんね解説できるようにしますからね。プロ野球、ようこそプロ野球へ。こっからが勝負ですよ。まだ喜んでる場合じゃないです。こっからが勝負です。